こんにちは、ももしろみさです。今日は浦安万華鏡という温泉にやってきました、目の前にディズニーリゾートホテルも並んでるので、ディズニー大好きなんであっちにも行きたくなっちゃうんですけど、今日はこっちの温泉に行っていきたいと思います。それでは行ってきます。はい、それではお部屋に着いたので早速中に入っていきたいと思います。こんな感じになってます。ピンクと緑の雰囲気がとても可愛い感じの和室になってます。すぐ温泉がありますね。開けてみます。すぐ温泉があります。かわいい竹も。美肌成分を含んでお肌ツルツル、通称熱の湯。湯気が立っていい感じですね。早く入りたい。今日はめちゃくちゃ天気がいいです。はい、じゃあ入ります。地下1400m から湧き上がる美肌成分、天然の温泉です。ちょうどいいお湯かすごく好きで、自分で日本三大泉とか別府温泉とか下呂温泉も行ったことあって、一人旅とかで行ったことあって、東京出てきたばっかりの時にシャワーしかないお家に住んでたことあって、その時はお風呂がなかったから銭湯
毎日入り行ったりとか、温泉入りに行ったりとか探してしてました。すごい美肌効果があると思うから、結構肌に気を使ってるので、結構温泉行きますね。この万華鏡の温泉は万華鏡のようにいく美を招くトロトロしてるなと思ったら、本当にゲロ温泉に似てるお湯みたいです。岐阜にあるゲロ温泉に似たお湯の成分みたいで、すごいトロトロしてますね。気持ちいい。もうすでになんかどんどん染み込んでる感じがします。Thank you.